皆さんこんにちは。今回はこの動画で、ピクミンのトラウマ、トップ5を紹介します。では、トップ5から。クマチャッピー。この敵はトラウマだと思う人もいますよね。クマチャッピーの強いところは、どこまでも追いかけられたり、クマチャッピーに隠れれているチビクマ、倒しても復活してしまう。ピクミン3のクマチャッピーは余ってるピクミンを食べるそうです。でも、対策しながら行けば倒せるので5位にしました。ヘラクレスオオヨロヒグモ。この敵はピクミン2のラスボス。ヘラクレスオオヨロヒグモとは、ピクミン2の夢の穴の最深部にいるラスボス。この敵の特徴は、背中に4つのお宝を背負っており、それぞれ、炎、水、電気、毒の属性を持っている。ヘラクレスオオヨロヒグモを倒すには、4つのお宝をすべて取らなければいけない。炎、水、電気、毒、とあるが、電気の攻撃以外即死はしないので、キピクミンを持っていけば楽に倒せるでしょう。でも、炎、水、毒の攻撃も強いので4位にしました。ピクミン3から、沼嵐。この敵は、ピクミン3で苦戦した敵です。沼嵐は、大きな体で、上の水晶を割ると、本体が出てきます。弱点は足で、足を殴り続けると倒れ込み、本体への攻撃ができるようになる。でも、この敵の強いところは、足で潰されたり、舌で食べられたりします。トラウマになった人もいるでしょう。ダマグモキャノン。ピクミン2に登場する海中。ダマグモキャノンは、球状の胴体下部に仕込まれたランチャーからエネルギー弾を発射する。ダマグモキャノンの強いところは、やはり、レーザーですね。レーザー照準で狙いを定め、エネルギー弾に命中したピクミンは当然即死である。これが、トラウマになった人は多いでしょう。みんなのトラウマ。生態は不明。このキャラはみんなのトラウマキャラとして知られている。雨坊主の怖いところ。水中の城で一定時間フロアにいると、BGM が止まり落下音がして、上から雨坊主が降ってくるのです。雨坊主の最も恐ろしいところは、雨坊主のローラーでピクミンが押しつぶされるところですね。雨坊主を倒すには紫ピクミンは必須です。雨坊主の見た目、攻撃方法全部トラウマになりますね。まあ、紫ピクミンがいれば楽勝ですけどね。というわけで、ピクミントラウマランキングでした。ピクミンシリーズは今でも続いて人気が高いゲームです。最近では、ピクミン3デラックスが来ましたね。ピクミンはどのシリーズも面白いです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録